眼前にあるのはパンドラの箱を捜索中に命を落とした者の死体。クレイトスはすぐに悟った。これはアレスとその手先の仕業であり、そして初めての光景ではなかったからだ。クレイトスがこの光景を初めて目にしたのは数年前だった。スパルタ軍の最も若く最も勇敢な隊長としてクレイトスは兵士たちから尊敬されていた。この日までは東の蛮族は数千に上り、そしてスパルタ軍に襲いかかった。情け容赦なく。戦いはほんの数時間で終わった。スパルタ軍の規律と訓練をもってしても無慈悲な蛮族の攻勢を押し戻すことはできなかった。兵士たちは虐殺され、同時に彼らの若き隊長の輝かしい経歴と命は終わろうとしていた。しかしクレイトスにとって勝利は絶対だった。彼の魂よりも。アレス、我が敵を滅ぼせ。我が魂を捧げよう。彼の助けを求めた言葉は長く彼を呪うこととなった。神々よ、私は何をしたの。